こんにちは、ビデオオークション切り抜きチャンネル V オクトスピードです。今回は R32GTR を紹介します。デビューから30年以上が経過した今でも GTR といえば32を強くイメージする方も少なくありません。32はレースで勝つという目的で作られた車ではありますが、そのレースはツーリングカー、つまりあくまでも市販を目的とした乗用車を使用したレースです。ですので一般ユーザーにとって手の届かないスーパーカーとして作られた車ではありません。もちろん簡単に手に入れることができる価格ではなかったものの、決して遠い存在ではありませんでした。レースで走る姿を見て、頑張っていつかは GTR のオーナーになりたいと思わせる魅力が32にはありました。そして32に搭載されていたメカニズムもまた憧れの存在でした。エンジンは専用設計の 2.6 リッター直列6気筒ツインターボ RB26DETT を搭載。エンジンスペックは最高出力280馬力、最大トルク40キロを発生。これはもちろん市販モデルでのスペックであり、レースにおいては600馬力以上を発生する実力を持っています。さらに電子制御トルクスプリット 4WD システム、アテーサ ETS、電子制御4輪操舵システム、スーパーハイキャスを搭載。アテーサ ETS は通常は後輪を駆動し、必要に応じて前輪に駆動力を分配するトルクスプリット型 4WD システム。横 G センサーと ABS からの情報をもとに、電子制御による最適な駆動力を前輪に分配。FR の自然な回答性を有しながら、RB26DETT の高出力を余すことなく路面に伝える画期的な 4WD システムです。スーパーハイキャスは後輪を前輪と同じ方向または逆方向に回転させることで旋回性と直進安定性を高めます。機敏性を向上させ、オーバーステアやアンダーステアを確実に低減させました。レースで勝つために当時の最新デバイスが惜しげもなく投入された 32GTR、 現代のストリートチューンにおいてもその実力はまだまだ色あせてはいません。この32のチューニングを得意としているのがガレージアクティブとガレージザウルス。とことんまで速さを追求して作られたそのマシンは敬意を込めてゲテモノと呼ばれています。ではそのゲテモノ 32GTR の実際の走りをご覧いただきましょう。嵐山高尾パークウェイでのアクティブ、ザウルス、奥伊吹でのアクティブ、春名でのザウルスの峠全開走行を4台続けて一気にどうぞ。九州よりはるばるやってきました。エンジンはオーソドックスな HKS のニッパチステップ2、ヘッドがナプレックスさんのドラッグヘッド、パワー的にダイノパックで600ちょいぐらいの仕様になっております。足回りに関してはハイパーマックスの SP、 リアの足回りはフルピロですね。メンバーをリジットメンバーにして、フロントに関してはロールセンターアジャスターを入れて、ロールセンターをだいぶ下げて、ラインロックもついてますし、そのままバーンアウトすればズルン、峠もあまり得意じゃないけど走るかなみたいな仕様で作りました。この車はね、最初乗った時はパワーありすぎだろって思うぐらいパワーがあって、正直踏めなかったの。サスペンションもサーキット用としてそのまま乗ってたので、硬くてこれどうすんのよって思ったんだけど、足回りダンパクを弱めてもらってブーストも落としてもらったんですよね。そしたらすげー乗りやすくなって、ちゃんとブーストの立ち上がりも速くなって、トルクフルだし、フルにエンジンの回転も使えるようになって、接地感もすごい出て激変でしたね。よかった。あのスーパーストリートのさ、あれ見た？エスケープないとこでやるんだよ。京都のワインディングとかテストコースってガードレールビシバシだからね。もうガードレールに擦って曲がった方が早いんじゃないかなっていうぐらい狭いよ。ドライバーが乗ってて踏んでいける足、タイヤのグリップをね、さっきと違ってね、こう悪いとこといいとこがすごくあるでしょう。そういうとこでもこうピーキーにお尻が出たりアンダーが出たりっていうのをね、極力抑え込んでいくようなしなやかな足、あとはエンジン、これはねもうとにかくレスポンスとね、最大馬力にこだわらずにピックアップが良くて上でパンと気持ちよく回るような、こう1000馬力級になってくるとね、体
かなりね乗るの大変なのよ。何馬力ぐらい出るんですよこれは。一応700、800、900アキラ選択して今日700です。やっぱりね、こういうところは三輪 GTR 強いですね。まあ、とにかく車が軽い。そして、まあ、トックさんのところのこのエンジン、これがね、走り出してしまうと非常に気持ちがいいぐらいバシンバシンこうパワーがね、トラクションもそうなんですけどかかって非常に乗りやすかったです。パワーは出せば出すほど扱いづらくなってくるところもあるし、とにかく軽く作って、その素直なこうニュートラルなステアリングフィールを出せる、アクセルで車の向きを変えたりリアを落ち着かせるってことができる車、そういう車が理想的じゃないかと思います。車のバランス的には結構 FF に近いような走りで、ハンドル切るともうそっちの方に車がこうキックイクイク曲がってくれるし、リアもしっかり粘ってくれる。リアがこう持ち上がって、浮き上がってしまうぐらいなタイトコーナーだと車のバランスになるんですけども、まあ、そこでもねブレイクすることなく非常に安心してできる車だったんじゃないかと思います。この車は僕の青春の車です。僕が20代の時にお店開業して車しばらく持ってなかったんですよ。もう開業資金にぶっ込んで本当に貧乏で我慢して我慢して、で憧れの GTR を初めて手に入れた GTR ですね、はい、もうこれ購入して今年でもう27年目になりました。だから僕の青春の GTR ですね。通勤にも使ってた車なので、軽量化一切せずに街乗りできて、最高速もできて、04もできて、サーキットも走れるっていうオールマイティーな車ですね。今の仕様は11、2年ぐらい前に HKS のニッパチステップ2 N1 ブロックに組んで、タービンは今 HKS の GT3 RS ですね。今ですね、ダイノパックで補正ケース 1.0 で620ぐらいですね、はい、もうちょっと狙えると思いますね。今回の持ってくるにあたって、マフラーを今まで の, フル直感じゃなくてチタンなんですけど、サブ太鼓のついたパワーを損なわずに音もちょっと抑えれるマフラーを開発して作ってきました。で、まあ、ミッションは OS88 シーケンシャル。足回りは今まで京都とか走ってた時はエアサス使ってたんですけど、これは HKS のハイパーマックスですね。で、まあ、アームとかは、まあ、クスコさんのアームですね。まあ、普通に本当にオーソドックスな足回りで、まあ、しっかり動く足回りにしてますね、はい。まあ、04とか走ってもこれラジアルタイヤで10秒台出ますし、リアスポついてないんですけど、つくばアタックとかもこれでいきました、はい。59秒7です。リアスポなしで舐めてんじゃないのって言われましたけど、昨年3回目のオールペイントをして、人間と一緒で年を取るにつれて太ってきて、車もワイドボディになりました、はい。
いいね GTR ね、これ最高だわ。ちょっとなんかねセット間違ってる気がするんだけど、この峠コースでめっちゃくちゃこの3人楽しい。やっぱすげえわアクティブ。切り角あったら D1 出たい。毎度おなじみのゲテモノショップアクティブ、今回もゲテモノを相当期待してきたわけです。ゲテモノはゲテモノでもちょっとね今回違うゲテモノでした。僕初めてねアクティブの坂本さんの作った車で、ね、こんなになんかこう幸せというか楽しくなる車に乗ったのは初めてで、奥行きのねコースにぴったりの車をねもう選んだかのように持ってきてくれました。見た目は3人 GTR で、まあ、普通に四駆で走るんですね、まあ、ちょっとアンダーきつめでパワーがあって、いやまあ本当にゲテモノショップとゲテモノ扱いの、名コンビになるかと思ったんですけど、これね違うんですよ。とにかくケツが出て走ってても楽しくなっちゃうんですよ。もうずっとパワーあるからずっと法律スピンしっぱなしだし、コーナー入るともう横向いちゃうし、吹雪のストレートからコーナーも全部ちょっとブレーキにこうやって出て、ここまでやんなくてもいいんじゃないかなっていうぐらい今日はね楽しませてもらったし、乗り心地もいいんですよ。でこうふわーっとした乗り心地の中に素直にこうケツがね自然と出てきてくれるし、そのコントロールが非常にしやすくて、クロート好みの車なんですけど、パワーと車のパフォーマンスがちょうどマッチしちゃって、このコースにちょっと意外だなっていうか、ゲテモノショップ なかなかやるな、引き出しがある坂本みたいな感じでした。車の仕様はね基本的にエッジケースの 2.8 リッターが中心で作ったエンジン、これにオイルポンプだとかオイルパンだとか RB26 の弱いところを全て補ったようなエンジンになってます。例えばちょっと大きいタービンつけてみたいなとか、ストリート用の小ぶりなターボで行こうとか、全てのタービンにカム交換とかバルタイ変更で対応できるようなスペックのポート鍵盤だとか、燃焼室の加工とか圧縮とかバランスも全てそんな風に取ってます。基本的にはヘッドは V カムステップ2というのがついていて、それに合わせてエキゾストのカブシャフト、今回はステップ2の272度っていうやつがエキゾストのカブでついてます。それをバルタイをちょっといじってターボに落とし込んでるっていう感じですね。絵面的にはトラストの T517 のツインターボがこうついてる感じなんだけど、カバーとこっち側の茶色部分のエキゾーストハウジングだけで、センターも羽も全て全く別物のターボがついてます。そういうなんかゲテモノのターボ、ブーストは頑張って 1.65 とか結構ってぐらいブースト上げると700ぐらいのパワーあります。あとは3層のインタークーラー、エッジケースのキットのオイルクーラー、ラジエーター、そんなんで一応冷却系は済ませてます。駆動系なんですけど ORC と一緒にカーボンをちょっとストリートカーには進めようじゃないかということで、カーボンのツインプレート、ミッションはニスモで出てたゲタラグのキット、それに合わせてオールマイティに走れるようにファイナルは前後 3.7 に交換してあります。最高速も300ぐらいぼちぼち出て、信号発進の時もすごく乗りやすい仕様です。 LSD はあえて入れてません。だから純正のリアの LSD にフロントはオープンのままです。足回りはねうちのオリジナルで、あとはニスモの強化ブッシュを中心の調整用のアームはクスコさんに世話になってついてます。アレメントはちゃんと取れて乗り心地がいいというセットアップですね。タイヤ最近ネオバがね新しくなってとても硬くてすごく食いつくんで、それに合わせて9キロ7キロのバネレートが今入ってる状況です。あとはトラストのリアアンダー、これはね昔ドロッキャってるから気に入ってるもの、なんか横のラインがねシャープにまとまるからね、それでついてます。もうお腹いっぱいなんですけどもあのとっくりさんのところ GTR だっていうことでデザート代わりに、結構ストリート志向の車なんで非常にこの3人楽しみですね。3人乗ったらまあ後の GTR いらないかなってぐらい、やっぱ3人ってやっぱいいですね。通勤快速仕様みたいな車なんだけども、ものすごいね懐が広いとか粘りがあるんだ。足もよく動くし、硬すぎず柔らかすぎずちょうどいいところ、強いて言えばもうちょっとデブ切ってくれたらいいなと思うんですけども、これってやっぱさ街乗りゴンドしづらくなっちゃうから、そういう意味じゃこうどんな乗り方もできる、もう自由自在に振り回せる、フェラジアルだろうがハイブリップだろうが使
使いこなせる。なんかそう、ミドルからハイの間、あとどこからでも車を踏んで振り回して乗れる、なんかそんな楽しい3人でしたね。パーキング の手前にちょっと跳ねるところあるの、うん、あそこの跳ねるところを使って、あそこでジャンプしてこう右に曲げようと思ってたんだけど、それをできる車がなかなかなかったんだけど、これいけそうだなと思って。旧車だからもう30年だからね、もう少し痛まってほしいけどね。でもまだジャンプできるっていうからね、まだ大丈夫そうだよ。とりあえず4台すべて圧巻の走りでした。3人はやっぱり峠がよく似合います。何よりかっこいい。33、34、35もかっこいいですが、3人には及びませんね。そう思います。またアクティブザウルスのチューニングのぶっ飛び加減は最高です。ゲテモノショップの真骨頂といった感じでした。イカれたチューナーが作ったイカれたマシンをイカれたドライバーがねじ伏せる峠アタックで、これほど面白い組み合わせは他にはありません。今後の峠アタックでもまた3人で走ってほしいですね。いかがでしたか。今回は R32GTR を紹介しました。ビデオオプション切り抜きチャンネル V オプトスピードは、ビデオオプションの動画から迫力ある走行シーンを切り抜いてお届けするチャンネルです。そこにマシンの補足説明や車の豆知識などをプラスして、より楽しめる動画作りを目指しています。今後もこのような動画を投稿していきますので、この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回に。